はい、皆さんこんにちは。今回ね、言及させていただきたいのは何に関してかというと、キープロス。キープロスって聞いてなかなか皆さんに知らない方多いと思うんだけどね。キープロスに関しては昨年の19月の終わりに訪れさせていただきました。で、その際にね、キープロスということで、まあその時見てらっしゃらない方もいらっしゃるかもしれないんだけど、キープロス、明田さんキープロスってやっていただくと出てきますので見ていただければと思います。その中で北キープロス共和国、トルコ系の住民と南のギリシャ系の住民がいて、北キープロス共和国と南のキープロス共和国ってあって、そこのところ両方訪れさせていただきました。その中でね、今回何が分かるかっていうと、キープロス連続殺人ということで7人目の被害者という遺体の一部を発見ということです。これはもっといるみたいですけどね。これは AFP の記事をちょっと読まさせていただきたいんだけど、地中海の島国キープロスで起きた連続殺人事件で、キープロス当局は首都ニコシアから南西に、約50キロ離れたキシリアトス村の湖の底からフィリピン人の子供、当時6歳の遺体の一部と見られるものを発見したということで、警察によると発見されたのは一連の事件における7人目の被害者の遺体の一部の可能性があるということです。この事件では、ギリシャ系のキプロス人の軍士官ニコス・メタクサス容疑者35歳が逮捕後に5人の外国人女性とその子供のジョージ、2人を殺害したと、供述して国中に衝撃を与えたということです。まあ、これに関してね、言及させていただきます。キプロスということで、キプロス共和国、これは EU に統合しているのでヨーロッパと言ってもいいんだけど、ただまあ複雑な、問題があります。これは例えば 北には北キプロス共和国といってトルコ系の住民が住んでいる。これいわゆるオスマントルコの時代に、キプロス、まあ、オスマントルコに支配された時代、その前はギリシャ系で、その後イギリスに、ね、統治された時代もあるんだけど、非常に複雑な歴史を持っている島国です。その中で現在はキプロス、オスマントルコの時代に渡ってきたトルコ系の住民がいる北キプロス、そして南キプロスとあって、北キプロスに関してはトルコしかね、国家承認はしてないんです。ただ事実上独立状態です。これは南のキプロス共和国の統治が及んでないということで、その中でね、今回起きたのは南キプロス、ギリシャ系の方ということで、まあ、キプロス自体がどういった国かっていうと、いわゆるマルタ共和国、地中海に浮かぶマルタ共和国と同じような感じで、海が綺麗です。で、歴史的なね、遺跡とか神殿なんかもあるようなところで、まあ、見どころも結構多いです。自分はラルナカというと首都、旧首都ね、旧都、の、古都の、ラルナカに宿泊して、キプロス紛争後にね、ラルナカから、ニコシアに移ったんですけどね。じゃあ違うのか。でそれでニコシアっていうのがあって、これレフコシアとも言うんだけどね、北と南に分かれてます。軍事境界線があって、そこのところで、今はね、一昔前は南北行き来するの難しかったんだけど、今は本当にパスポート出して北に簡単に行けます。その中で、まあ、非常にね、南北間の、まあ、各種ギリシャ系、ギリシャとね、トルコに関してもやっぱりその昔からの歴史的な関係があってね、例えば日本の中国、日本の韓国なんかそうなんだけど、非常に仲悪いのが実情です。で、その中でやっぱなかなかね、今は割と交流は進んでるんだけど、心の底でやっぱり奥持ってないのが実情なんです。その中で、まあ今南西部ということで、キシリアトスということで、そんなになかなかこの日本人の観光駅とこじゃないんだけど、そこのところで発見されたということで、まあいわゆる外国人女性、フィリピンっていうのはね、やっぱりそういった女性とかが、まあ、貧しい人々、東南アジアの女性っていうのはね、やっぱりどうしてもその外国人、先進国のね、男性と結婚したりとかするたりしますよね。日本でもそうですよね。その中で、まあどうしてもその、まあこのキプロス系のね、ギリシャ系のキプロス人の軍士官と、まあ交際があったんでしょう。で、その中で、殺害されてしまったということでね、まあ非常にね、非常に難しい。これ初の連続殺人ですので、まあかなり大々的です。まあ、もちろんその紛争があったとしてもね、基本的な外治安状況はいいところです。だから、こういった治安が割といいところでね、こういうふうな問題が起きてしまうとは非常にね、難しいのかなって感じはします。まあ、キプロスに関しては医療用の大麻が合法化したりとか、まあ、EU 諸国に広がる人気とか出てますけどね、まあ、非常にいいところなので、皆さんもぜひとも行っていただきたいんだけど、マルタに行く際に初週寄ったことがあるんだけど、その時は途中寄ったで、去年はまあ初めて行きましたけど、どのように行くかっていうと、エミレス航空か何かでドバイまで行って、ドバイから直行便が出てます。
なのでそれで行くか、もしくはギリシャから、便が出てますので、それで行く感じになります。